日赤です。今回改めてね、うちの会社がどんな環境で働いてるのかっていう動画をちょっと撮影したいなと思ってて、オフィスツアーをやりたいなというふうに思ってます。たまにね、動画の方にもうちのオフィスって出てくると、ただあんまり細かく説明したことがこれまでなくって、2019年に今このオフィスに来て、2024年にオフィス増床してっていうところなんですけども、具体的にどんな環境で仕事をしてるのかっていうのをね、オフィスツアーっていう形で皆さんに今日はお届けできたらなというふうに思いますんで、トゥモローゲートってどんな環境で働いてるのかなとか、これからオフィス作るときにちょっと参考にしたいなっていう方はぜひ最後までご覧ください。では早速行ってみましょう。まずですね、こちらがトゥモローゲートのオフィス、アニーズビルでございます。心斎橋の雨村にありまして、心斎橋の駅から徒歩3、4分ぐらいでね、着くっていう場所にあります。2階でございます。はい、2階がねメインのオフィス、3階がショールームって形になって、ここは2階と3階を借りて、はい、こちらがエントランスになってます。真っ暗ですね。映画館の雰囲気をイメージしてまして、ブラックな企業なんで、入った瞬間真っ暗な空間から始まるという形のエントランスです。では早速オフィスにちょっと階段登ってもらってね、2階からスタートになります。エントランスから入ってきて、ここを開けたらオフィススペースです。入り口開けたらオフィスの全体像がここから見れるっていう形になってます。こちらがパークと呼ばれるところになっていて、子供たちが靴脱いでね、くつろいでテレビ見たりゲームしたり、奥には滑り台があるんですけども、子供同伴出勤 OK にしてますので、子供たちがくつろげるスペースを設けている形。2階には3つ会議室があって、でその1つがここです。ブラックと呼ばれる部屋、6人用のね会議室、たまにあの YouTube の撮影とかもここでやったりしてます。でこちらがメインのフロアになってる形です。卓球台ちょっと置いてるんですけども、このフロアでねイベントとかをやったりしてます。最大収容人数でいうと80人から100人ぐらいまで、この卓球台のけて椅子並べて、そこの中みたいなところにも座ってもらって、舞台があるんですけども、ここにはプロジェクターとスクリーンが設置されていて、ここでいろんなイベントなんかをしている形です。フリーアドレスになっているんで、全てが固定の電話とかパソコンがないんで、メンバーが出社したら好きなところでプロジェクトごとに集まって仕事をするっていう形でオフィス内で仕事してる形です。なんでフリーアドレスにすることにしたんですか？俺らってさ、プロジェクトごとにメンバー変わるんよ。でさらにメンバー同士のコミュニケーションすごく大事、コミュニケーションが円滑になればなるほどお客さんにいい提案につながっていくんで、じゃあそれを実現しようと思った時に、毎日同じとこ座ってって形になるとさ、話す人が固定されてくるやん。それを回避するためにフリーアドレスにした。ここもねワークスペースの一つね、デザイナーとか営業とか企画とかコピーライターとかディレクターがそれぞれ好きなところに座って仕事してる。見てもらった通りね、かなりあのオープンスペースが多い、言ったら仕切りがない、まあ、集中したい時のためにご安心ください。こういった形で集中して仕事をしたい時にはこちらのブースに入って集中してやるっていうスペースを設けてる。ここ移転するときに家具とか椅子とかも全部一新したんですか？全部一新した。前のオフィスから持ってきたものってほぼない、コピー機ぐらい、あとは全部新調した形でしたね、うん。椅子はどうやって決めたんですか？前のオフィスで椅子には全然こだわってなかった。安いオフィスチェアを使ってないけど、先輩経営者からね、パソコンと椅子はお金使えって言われた、うん、これ業務に直結するけどさ、うん、腰痛いとか、うん、仕事しにくいみたいになったら生産性落ちるよっていうこと言って、もう本当その通りやなと思ったんで、メインで使うようなエリアに関してはハーマンミラーのアーロンチェア、ああいいっすね。ちなみになんで本棚を置いたんですか、うん、この後ろにありますけど。できればあの本だけじゃなくて、自分たちの取ったアワードとかそういった賞状とかをなんかお客様に見てもらうスペースとかも特になかったんで、まあ、それを本棚と合わせてこれまで取ってきたいろんな賞状が置いてある形です、うん。でこちらがバースペース、今まで YouTube でね何回か映したことあると思うんですけども、お酒が入ってて夜6時以降は社員は無料で飲んでいいよっていう仕組みになってます。お酒飲み放題ってすごいですね、うん。最初は有料だったんだけどね、会社にバーがあったらさらにね、仕事終わった後のコミュニケーションも増えんじゃないかなと思ってやったら、すごくいい形で成果につながって売上利益が伸びた、もっと活性化させようっていう目的で3年ぐらい前からお酒無料にするっていうのを感じです。でここがね、人事とか総務とかバックオフィスを司るメンバーが所属してくれてる場所です。ちなみにこの卓球台がオフィスにあるって珍しくないですか、うんうん、そうね、たまたまね那須の前田さんとこの事務所に行った時に卓球台置いてあったんよ。めっちゃいいなと思って、うん、でこれは卓球するだけじゃなくて、ここで打ち合わせするスペースとしても使えるんで、遊び心があるオフィスとしては一つ象徴としていいかなっていうところで入れた。会社って遊ぶ場所じゃなくないですか、うん。まあでもね、楽しい方が会社に来たくなるじゃん。卓球しながらのコミュニケーションももちろん発生するしっていうところで、あんまり普通のオフィスにないものは結構あるかもしれないね、うん。ダーツ、カラオケもねできたりするんで。カラオケもできるんですか？カラオケね、年に1回ぐらいやってますね、はい、総会の時とか、はい。カラオケはなんで導入したんですか、うん。カラオケは楽しそうだから。これまでどっちかって言ったら社員の交流とかは外のね、どっかの居酒屋とかやってないけど、今はオフィスで完結することがほとんど、うん、なんで二次会とか三次会もできるようにオフィスにそういったカラオケとか入れたりとかしてる、う
音響も結構こだわってますよね。音響もね、全部ボーズですね、うん、いろんな場所に設置してないですか、スピーカー。オフィス全体でね、 BGM がちゃんと聞こえるようにっていうところと、あとはもうイベント関係結構やってるんで、その時に音悪かったら嫌じゃん。なんで結構、ね、音響にもお金使ってる。なんぼって話だろ、はい、この回だけで500万ぐらい買ってるかな。お昼寝スペース なんていう商品だったっけ、これ座布団じゃなくて社内であのシエスタ制度っていうのがあってさ、1日30分間勤務時間中に寝ていいっていう制度があって、ここでみんな仮眠したりしてスペースです。オフィスの広さも紹介しとくと、だいたいこの2階だけで100坪ぐらい、もともとの事務所がね25坪ぐらいあったんで、うん、4倍ぐらいになったよね、うん、高さもめっちゃ高いですね。そう、天高が 4.5 ぐらい。ちなみに、うん、このオフィスはもともと借りる時からある程度こんな形だったんですか、はい、完全にスケルトンの状態、なんもない状態から全部造作で作ってた、うん、コンセプトは何なんですか、オフィスの。大人も遊べる秘密基地。オフィスってさ、あんまりワクワクするもんじゃないやん、むしろ行きたくないみたいな。普通オフィスって大人が行くもんなんだけど、秘密基地ってワクワクする。そういった子供も楽しめる、大人も楽しめる、そんな秘密基地みたいな事務所にしようっていうコンセプトで2019年に移転してきて、5年間ぐらいかな、今いてるって感じです。ここがね、通称 VIP ルームっていう黒の部屋なんですよ、うん、唯一外から見えない会議室がここ、うん、お客様の商談であったりとか大切な話をするときとかに使っております。これ全部トモローゲートが、うん、これはこうしてほしいみたいなのをいろいろと考えるんですか。そう、このオフィスの企画コンセプトレイアウト設計は自社でやって、でそれを設計士さんに依頼して図面書いてもらって作ったオフィスね、うん、これね、あの個人特化になってて、全オフィスがフリーアドレスになってるんで、固定の荷物とか置けないよね。こういった形で来たねこういった形で自分のノートパソコンだったりとか自分の資料とか仕事道具は全て鍵付きのロッカーに直して帰るっていう形にしてる。これもミーティングルーム、ここはさっきの VIP ルームと違って逆に透明性がある形の会議室にしてるんで、ここもお客様の商談で使ったりとかね、社内のミーティングで使ったりっていう形でやってます。ここがねテラススペースになってて、お茶したいとかリラックス休憩したいっていう時に座ってたまにここで仕事したりもしてますね。あ、やってますね、はい、ちょっと気分転換。これがね、さっき言ったキッズスペースから降りてくるスペース。一番衝撃でしたね、これが。なかなかね、事務所に滑り台がある会社ってないと思うんで、今回オフィスを作る時にも結構意識したのが、普通の会社になくてうちの会社にしかないものをやっぱ取り入れたいなっていうのがすごくあった、うん、なぜなら俺らのビジョンって大阪で一番おもろい会社になる、世界一変わった会社を目指すっていうビジョンがある中で、なんか面白いことやっていかないとね、自分たちのやりたいことの会社作りができないなっていう思いで滑る。あと緑がね結構多いよね。多いですよね、うん、これは全部本物ですか、はい、全部本物の観葉植物。この間俺ブログ書いてあったけどさ、ぜひ、はい、概要欄に貼っとくんで、うん、合わせて見といてほしいなと思うんですけど、オフィスに緑があるとやっぱね人の心が落ち着くんだって、うん、安らぎとかリラックス効果とか安心感みたいなのが、うん、緑には色彩の特性的にあるらしくて、なんで前の事務所ではね緑死率 1% 以下、通販で買った植物が何個かだけ置いてあるっていう状態だったけど、うん、今回のオフィスはねやっぱ黒をベースにしてるからこそ、その中でもやっぱりこうリラックスできるような空間をっていうことで緑には、今のオフィス全体でいうとね 10% 以上は緑死率がある形。 10% 以上ってのがあるんですか、うん、オフィス環境において一番ベストって言われるのが 10% か 20%、 もっと細かく言ったら 15% 前後ぐらいが、まあ、一番ベストって言われる。あまり多すぎるとちょっと鬱陶しいなってなるし、逆に少なすぎるとリラックス効果とかっていうのがちょっと薄まってしまうっていうところで、大変よ。でもこれメンテナンスが結構かかってますよ、うん、もう俺らだけでやってたら絶対枯らしちゃうので、うん、週に1回ぐらいメンテナンスの業者さんに来てもらって、100坪のグリーンをメンテナンスするのにだいたい7万から8万ぐらい、大変やったよ最初、全くお金ない時来たんで、当時の俺らの規模から言ったら多分ね不相応やったかもしれない、ね、うん、それでもかける価値があったからかけたんですよね、お金を。そうね、2019年移転してきたって言ったんやけどさ、2018年にビジョンマップを作ったんや、会社こういう風にしていこうって。その一番分かりやすい最初のトライとして、まあ、オフィス移転っていうのがあって、分かりやすいよ、もう目に見えて環境が変わるけどさ、ね、会社の姿勢とかポリシーとかを一番伝わりやすいかなっていうところで思い切ってそこに対して投資をした。ちなみにどれぐらい費用ここでかかったんですか、うん、2階だけで7000万ぐらい。普通の企業からしたらそんな大きな金額じゃないって思われるかもしれんという、はい、もっと何億円何十億ってかけてるとこもいっぱいあるけどさ、はい、ただもう俺らからしたらよ、社員十数名、当時の年収が1億ちょっとぐらいしかなかった、言ったら売上のさ半分以上を投資してるわけや、はい、一つ勝負ではあったかなっていう、うん、じゃあ2階は以上で、次3階ですね。はい、3階いきますか。お願いします。3階のオフィスです。2020年の3月に3階のオフィスをオープンしたんで、さっきの兄泉の2階から本当にそのまま上に上がっただけのスペース。かっこいい、ザ・ショールーム。ザ・ショールーム。水耕栽培、ミント育ててて、社内で。3階のオフィスはシェフがいるんで、ね、そのシェフが料理に使うミント、会社で育てて。こちらがね3階の全体像。
この3階スペースも2階と同じで100坪。天井がちょっと低いね、2階と比べたら。うん、だから通常のオフィスと比べたらだいぶ高い、うん。2階だけでも十分広いと思うんですけど、ここはなんで作ったんですか、うん、これから人が増員していくっていうところと、ちょうどたまたま縁あって上が開くって形になったんで、別のところに移転しようと思ったら2階潰さなきゃいけなくなっちゃうじゃん。せっかくあのかかった費用が。そう。じゃあそのまま2階を生かして3階も活用できるんであればってことで、先行投資みたいな形で借りた。ただ普通の事務所にしてもね、面白くないなっていうのがあったから、どんな事務所にしようかなっていう時に生まれたのがショールームっていうコンセプト。このショールームは何ですか、はい、今見てもらってる通り、家具とかグリーンアートね、全部とある会社さんとショールームとして活用してもらってる。このスペース全部の家具に全部値札ついてて、 QR コードをさパチッて取ったら、今座ってる椅子いくらとか、この家具いくらっていうのが出てくる。でその場で買うことができる。この家具を提供してくれてるのがバームという会社、グリーンアートを提供してくれてる会社っていうのがアネラっていう会社なんやけど、その2社が今回のこのショールームっていうコンセプトに賛同してくれて協力をしてくれてるっていう形。これ全部バームの商品、その会社に合わせてね、オーダーメイドで作れるっていうのがバームの家具の特徴なんよ。今あるオフィスに最適なサイズ、形、仕様、色を含めて、でそれが他と同じような一般的なオフィス家具ではなくって、もっとデザイン的な部分もそう、機能的な部分も含めて、その会社に合わせた提案ができるっていうのがバームの強み。これも進めたいだよね、いろんな会社に、うん、あれだね、はい、今回のうちの理念合わせてヒアリングしてもらって、アートとしてこの全部空間をプロデュースしてもらった。でなかなかね、これができる会社ってないと思っていて、観葉植物入れる会社って多いやんけど、本当に会社の思想理念を体験させられる、その会社に合わせてオリジナルでアートとして表現できるっていうのがアネラの特徴。生木とフェイク混ぜて作ってくれてるから、基本メンテナンスがいらない。2階はリアルな植物を使ってるんで、まあ、さっきね月7万円かかるって言ったんやけど、アネラはまあ言って本当にアート作品なんで、月々何かしら水をあげたりとかメンテナンスをしたりとかっていう手間とかもない。これも一つメリットかな。もう一個ね、目玉になるのがキッチン。今ねちょうどシェフが昼飯を作ってくれてますけど、これがもう一つ3階の特徴で、社員食堂って位置づけでも利用していて、毎日社員の昼飯を専属シェフが、ね、作ってくれてます。彼が社員食堂専属シェフがやってくれてる山吹です。山吹です、お願いします。もう料理並んでますけど、ね、なんだこれオフィスにこんなにがないよな。12時から2時まで社員が上上がってきたら、山吹が食事をその場で作って提供してくれる。会食もこのキッチンでやってるんですね。会食もここです。これまではねずっと外に行っとってんのか、お客さんとの接待会食っていうので行くってなったらもうほぼ俺なわけ、社長同士行くと多いんやけど、正直ね社長の俺が行くよりもメンバーが社長とかその会社の社員さんと交流してくれた方が絶対仕事的にはプラスになるというね、うん、その会社のことをよく知った方がいい企画いい提案につながる中で、それを実現したいなっていう思いも込めてキッチン作って全部社内で完結できるような、あとは社員のねやっぱいい仕事っていい体から生まれるんで、すごい不摂生になりがちだった中で、社員食堂を作って健康な体で仕事ができる、会社に来るのが楽しみになるっていうような思いも込めて社員食堂は作った感じですね。室に全部ちゃんとしてますね。飲食店できるよね普通にね。全然できますね。ちなみに、はい、おいくら万円なんでしょうか。好きやねお金、はい、ね、まあ、気になるけどね。気になります。 IH コンロ、スチームコンベクションオーブン、あとは冷凍冷蔵庫関係、製氷機と食洗機と、うん、ほぼ一般的な飲食で揃えるレベル、ちょっと以上ぐらいは揃ってる。必要ちょっと以上ぐらい。これで何倍やった？厨房機器500万ぐらい。500万ぐらいか。山本君が提案したんやんな。そうです、欲しいものを言わせていただいて。分からんけんさ俺。何買ったらいいか。山本プロデュースで、はい、篠介がオフィスで店やるってなったら何欲しいって言って全部提案してくる。金額見てびっくりしなかったですか？いやそれはね大変ですよ。その価値はあるかなって。やっぱりこう社員食堂をやることによって、社員間のコミュニケーションとかお客様とのコミュニケーションとか、結果として顧客のメリットに提案内容につながっていくっていうのを考えたときにはいい投資かなとは思います。このソファもでかいですね。これうちにもね置いておいてるんですよ。これが3シーターやけど、はい、2.5、 うーん、もうちょっと小さい。なるほど。あとね会議室が、はいはい、右側と左側と1個ずつあって、うん、6人利用の会議室がこの2つと、個室の会議室っていうのが3階に5つある。これはオンラインブース、中はこんな形だね。オンラインでさ最近商談することとかさ打ち合わせすることが多いんで、そのためのスペースを個室で8個用意してるっていう感じです。あと個室が2つね、4人用の個室で、ここにもあのアネラの作品入れたり、あとここはボックスシートで、もう少しラフな感じでね、打ち合わせとか相談したいみたいな時に使うオープンな形でのミーティングスペースで、トイレがね男性用女性用と、あとは目的トイレっていう形で、車椅子いろんな形で利用できるような広めのトイレスペースっていうのも用意してます。ちなみにこのオフィスのコンセプトは何ですか？ザ・ショールーム。
うちのキッチンとかもね、まさにそのショールームの一つだよね。うちの会社のことをこのオフィスに来て体験してもらう、そのためにおもてなしする食事とかスペースがある。あとはバームさんの家具は実際に商品に触れてもらったりとか、オフィスに導入したらどんな形になるかっていうのを直接見てもらえるショールームとして、アネラのものもこんな形でオフィスに入れることができるんだよっていうのを商品を見てもらうショールームとして活用してもらう。こっちから写真をパンと撮るとトゥモローゲートのショールーム、こう撮るとバームのショールームになる、一番奥から撮るとアネラのショールームになるっていう形。この部屋がラウンジって言われてるスペースで、うちの会社の中で一番大きい会議室、10人対応できる会議室になっていて、お客さんと夜会食するときとかはこう結構頻繁に使ってるかな、うん、カーテン開けたら景色もいい形なんで開放感があって、うん、お客様をおもてなしするときとかには使いやすい部屋です、うん、ではアネラさん、まず会社紹介からお願いしたらいいですか。有限会社アネラでございます。2002年に隣にいるアーティストの間宮山本が設立した会社で、もともとウェディングフラワーを中心に活動してたんですけど、2010年ぐらいから空間のデザインにもやりだして、その後マミが花の人というよりかはアーティストの人としての活動の幅が広がって、現在こういう空間のデザインだったり会社の理念とかビジョンをこうビジュアル化した空間作りっていうのを手掛けさせていただいております。アネラさんの一番強みって何ですか。強みであり弱みなんですけど、アーティストであるマミ山本の会社なので、やっぱりマミの独創性であったりだとか、いろんな経験を通じて蓄積してきたデザインの力だったり、そういう創意工夫っていうのが一番の強みにはなってるかなという感じですね。でマミさん、今回うちのコンセプトは何だったんですか。西崎社長とお会いした時に感じた感覚というかインスピレーションで、どこまでも上り詰めていくというか、どこまで行っちゃうんだろうっていうような本当に竜のような印象を感じたんですよね。そのまんま表現させていただいたっていう形です。すごいですね、グリーンでそれを表現するそうですね全部アーティフィシャルというよりかはドライの枝とか木とか生命力っていうか、そういった生の雰囲気を感じられるものを入れることでよりかっこよくできるかなっていうのもあって入れています。これ制作期間どれぐらいかかりましたか。はい、これ結構4日ぐらいはずっといましたね。企画から制作から納品まで、はい、1000万ぐらい簡単に教えてもらって、案件が生まれるところからっていう話になると、お客様ってその手に入れたいものが分かってるようで分かってないって、そこから明確にしていく必要があるんですよね。それを僕らは一応コンセプトデザインっていう風な言い方をしています。コンセプトを固めていって、どうなりたいんですかっていうことと、この空間を何のためにそういう風にいい感じにしたいんですかっていうのをヒアリングさせていただいて、じゃあ方向性としてはこういう風な方向性ですねっていうのをまずコンセプトデザインのステップではやっていきます。そこが決まってくると、ここからもうマミ真骨頂になってくるので、本音を言うとその空間に来た時とか社長と話してる瞬間にもうデザインが頭の中にすでに実はできてるんですよね。でそれをただ言葉にしても伝わらないので、絵に描いていく、デザイン画を起こすっていうことをやらせていただいて、そういった言葉でこういうデザインになってるんですっていうことをお客様とこうすり合わせをさせていただいて、あそれいいねということであれば、制作に入るんですけど、一点一点が本当に全部がオリジナルのデザインなので、仕入れのところからも結構時間をかけていって仕入れをして、事前制作が必要な時は事前制作をして現地で装飾をするというような流れですね。予算としては、はい、もちろんその空間の大きさであったりとか、小さい部屋を何個もやるとかっていういろんな案件によって違うんですけれども、おおむね一坪10万ぐらいの計算ですね、はい、もちろんそのボリュームによって一坪10万超える時もあるんですけど、一坪10万以下で大体できるかなっていうようなイメージですね。今回の設計において、はい、一番ご苦労されたんですか。なんだこれっていうような根っこみたいなものとかを探してきてるんですね。やっぱり他にはないものっていうか、デザインもありきなんですけども、やっぱりそこにプラスアルファの会社独自のオリジナリティみたいなものを素材でも出していきたいっていうのがあるので、それを探すっていうのが楽しいことでもあるんですけれども、そこが一番苦労しているところっていうのもあるかなと思います。補足すると、本当に一番苦労してるのは、さっき発想ですぐにデザインが頭の中で生まれてしまうと言ったんですけど、そのデザインも1個じゃなくて3つ4つ生まれちゃうんですよ。です多分それを絞るのが一番苦労してると思います。そうですね、はい、全部やりたくなっちゃうできないんでそれは、はい。株式会社バーム代表取締役の山崎です。オリジナルのオーダーの家具を作ってまして、基本的には無垢材とアイアンとか、真鍮とかですね、素材を大切にしたものを主に使った家具をオーダーで作っている会社です。バーム
川さんの強みでいうとそのアイアン家具とかそのオーダーメイドとかですか、うん、お客様に寄り添うっていうことを大切にしているので、ちょっとしたスペースにこういったものが欲しいであったりとか、家族の構成に合わせてこういうものが欲しいとか、オフィスであればこの広さのところにこういうものが欲しいっていうものに、それぞれの要望にお答えするような形でオーダーで作るっていうのが強みでやってます。今回のオフィス一式この家具実際に入れていただいたと思うんですけど、はいはい、オフィスのコンセプトは何で設定していただいたんですか？まずかっこよくでシンプルに使い勝手がよくて、オフィスに人が集まりたくなるような場所っていうものをコンセプトに考えてお作りさせてもらいました。普段家具を導入するときって流れとしてはどんな流れになるんですか？まずオフィスの場所が決まったらその場所の図面をいただいて、お客様からこういうものこういうテイストでこれぐらいの人数で使いたいっていうことをお伺いして、その中で必要なものをこちらから提案させてもらって、その中からいるものいらないものを選んでもらって細かくすり合わせして、最終的にじゃあこういうものを入れましょうっていうふうに決定していく形ですね。基本的にはあるものをお渡しするのではなくて、全てご注文いただいたものを一からお作りして納品させてもらうっていう形です。大体期間どれぐらいかかるの？物量にも全然よるんですけど、内容をいろいろすり合わせたりということもあるんで、それを含めると早くても1ヶ月、長ければ2ヶ月から3ヶ月かかる場合もあります。今回でいうとこの棚も含めてくださってますよね、はい、壁に何もないっていうのがちょっと殺風景になってしまうかなっていうのがあったんで、動きがつけれる棚っていうのと植物を生かせる棚っていうので、そしたらまあスタッフの方も荷物置いたりとか、まあ、書類置いたりっていう棚に使えるかなと思ったんで付けさせてもらいました。ちなみに参考までになんですけど、だいたい一坪あたり導入するにあたりかかる費用ってどれぐらいかかるもんですか？こだわればこだわるほどその坪の単価は上がるんですけど、だいたい10万円から15万円ぐらいが相場かなっていうところですね、うん、はい。一通り紹介してもらいましたけど、はい、お疲れ様でした。あ、上の相場聞いてないの？ああ、そうですね、はいはい、3階でキッチン設備から家具からグリーンアートから内装工事全部入れて約8000万ぐらいかな。ちょっと時期はずれますが、うん、2階3階合計すると1億5000万ぐらいです。そうね、うちの会社からしたらすごい大きい投資よね。ただ2階にね投資した結果、2019年移転して4年間ぐらいでやっぱり会社がすごい伸びた。売上も利益も社員も含めて、結果この3階に関してはもう自己資金で全て内装が賄えるぐらい、まあ、会社が変化したんで、またその一つの投資かなっていうところで、この3階にも、まあ、うちの会社からすると大きな金額の投資を入れたっていう感じですね。2回やってちゃんと帰ってくることを実感したからこそ、次もう一度挑戦できたっていう感じですかね。やりやすかったのは当然あるよね、うん、逆にね2回やってみて全然結果出なかったってなって、はい、じゃあ3回にもやろうってなれたかっていうと、これは難しいと思うね。経営判断として間違ってたって形になるんで、はい、企業って使いたいお金いっぱいあるじゃないですか、うん、その中でオフィスにも投資する理由って改めて何ですか？一つの投資する手段かなって思ってて、オフィスだけ良くしても絶対売り上げって上がんないと思う。家具だけ良くしてとか植物だけ入れてみたいな感じで売上利益が伸びていくことってこれないかなと思っていて、もろもろの積み重ねでやっぱ会社が成長していく。ただそこも一つの要因には大きくなる、そのたくさんある中の本当に一つで、ここにも投資するし、もちろん他のところにも投資していかなきゃいけないっていうのが会社を伸ばすためには必要なのかなっていうふうには思ってる。前めっちゃ狭かったじゃないですか。このオフィスに移転して変わったことって何ですか？まず採用しやすくなったよね。前はすごい狭い事務所だったんで、やっぱり求職者が会社に来た時にこの会社で働きたいなって思う度合いは過去と今で言ったら当然今の方が強い。採用訴求力上がるっていうのと、あとは社員、会社がこういう姿勢で仕事してんだなとか、こういう会社作りを目指してるんだなっていうのを、まあ、一番伝えやすい目で見て、なんで社員のエンゲージメントっていうところにもつながったかもしれないし、あとはまあ新規の売り上げとかね。それまではずっと俺ら営業活動で外に出てたんで、営業ってお客さんのとこ行くもんやけどね、自分たちのこの思いを詰め込んだ事務所を作ったことによって、やっぱお客様がこちらに来てくれるようになった。それによってかかる時間、あとはまあ交通費などのコスト、あとは仕事のまあ生産性の部分で飛躍的にパフォーマンスが上がったなっていうのはある。最近他社さんも含めてビジョンって言葉はよりよく聞くようになったんですけど、うん、ビジョンの体現ってなんで大事なんですか？これはもう自分たちでも経験してきたんやけど、ビジョンって作るだけではやっぱり実現するものでもなく、理念って掲げてるだけではその共有とか浸透していくものではないっていう、やっぱそれを実際に体験することによってしか信じられへんや、うん、口でいくら言っててもね、実際やってないじゃんってなったらそれは信用されないのかなっていうふうに思う。アーネルさんで言うとグリーンアートでそのビジョンと体現っていう言葉があったと思うんですけど、はい、それを体現する意味って何ですか？うん、
体現することでそれこそ会社の考え、ビジョン、価値観を理解し、その思想にのっとったサービス提供ができる。これがやっぱり顧客に対しての価値につながっていくんじゃないかなって。なんとなく仕事してる集団なのか、目的を持って何のために自分たちがやってるのかっていうのを理解した上で仕事に向き合うかで、これやっぱ仕事の向き合う姿勢全然違うと思うけどね。それをやっぱオフィスで体験させられる、面白いことやろうって言ってるのに、やっぱ働く環境面白くないとちゃんとそれをやってる会社だなっていうのは理解できないと思うし、うちで言うと面白いんですけど、それぞれ企業によってビジョンって異なると思うんですが、体現の目的とターゲットで言うと社員がメインですか、オフィスが全部かな。それで言ったら大きなメインターゲットって3つだと思ってて、実際にその場所で働く社員に向けて自社の理念を体現する環境を作るっていうのも一つだし、もう一つはやっぱり顧客、直接その会社がどんな考えの会社なのかとか、どんな思いの会社なのか、どんな価値を提供してくれる会社なのかっていうのを視覚的に見やすい。あとは採用面においてもそうよね。興味持ってくれてる会社がどんな会社かっていうのを一番こう接点として触れやすい部分かなっていうふうに思う。どれか一個のためにやってるって感覚はないかな。まあ今日ねオフィス見てもらったと思うんですけど、僕はやっぱオフィス通してすごい大事だなっていうふうに思ってる。会社の売り上げにも採用にも社員定着っていう意味でも、今トゥモローゲートの社内でもこういったオフィスブランディングのサービスっていうのをやってる中で、バームさんとタッグを組んだり、アネラさんとタッグを組んだりして、より良い環境づくりの企画設計提案っていうのをやってるんで、もっと面白い事務所作りたいなっていう思いのある方はぜひトゥモローゲートにご相談いただければ嬉しいなっていうふうに思います。概要欄の方にはアネラさんとバームさんのそれぞれのホームページだったり SNS だったりっていうのを貼っておくんで、興味のある方はぜひそちらの方もチェックしてもらって見ていただければなっていうふうに思います。あと今回アネラさんとはコラボ動画も撮影していますんで、合わせて概要欄の方から YouTube チェックしてチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。でもビープルームのテーブルから一番あれはもう二度と作りたくないかもしれないここに上げるのが何よりめちゃくちゃ大変でした。エレベーター入らないんで階段で、男4人でもヒーヒー言いながら入れたんで、めちゃくちゃ重たいです